ガフとは、漢字の漢詩の一形式で、古代史の一種。南朝聖の武帝の命を受けて戦した南朝宋の聖史である僧女の楽詩に記載されたため、現存する貴重な文学作品である。その文体をガフ体とも言う。北宋の各諸ゲル線の編著、ガフ詩集にガフは集大成されているが、これにはガフ本来の楽下でないものも収録されている。ガフは、 本来音楽の伴奏によって歌われていた学章である。奏女の楽師に記載されたものは進む楽書奏と記載されて区別されている。前漢の舞台の時期、音楽勘所が設立され作曲や編曲、楽団の育成、音楽を司る役所としての名称であったが、その後我が府において集められた歌謡そのものを指す言葉となった。芝助行きたちに主婦を作らせて、 民間歌謡を集めさせた。こうして縁大、旗、祖などの集め、民謡画布とともに、朝廷画布、西域の音楽などが画布の文学の範囲に入ることになる。以後、民間歌謡全般を画布と称することがあり、草原の詩や曲も画布と呼ばれることがあった。文学史上の、いわゆる画布の形式は、信代以降に呼ばれるようになったもので、 漢字の古曲に基づく画譜を、画譜古字、陸長時代の民間歌謡に基づくものを楽譜民歌と言い、これらを古楽譜という。当代になると、古楽譜はほとんど演奏されなくなり、古楽譜の形式に沿って作られたりし、朗読されるしかとなっていった。また、中東以降になると、白、虚偽をはじめとして、新しい題を創始して画譜が作られるようになり、これを新画譜という。 国葬の各主ゲル戦のガフ詩集では勘から唐に至るまでの歌謡、または文人がその代を借りて創作したり、その体裁を模倣して作った歌詞、新ガフが収録されている。ガフ詩集の構成についてはガフ詩集を参照。白巨イには新ガフと名付けて別集に収録された一群の詩がある。詳細は白巨位白巨イと新ガフを参照。 ありがとうございます。